はい、どうもこんばんは、ラムノットです。フランボーの実況続きやっていきたいと思います。思うんですけども、何をすればいいんだったっけ。そう、なんかサモンするんだよね、ジオールドロストボディ。ただでもこれを完成させてはいけないんですよね、多分。他に何か使えるものがないかちょっと試していこうかな。ここをいまいちね、まだチェックしてないんでね。この桟橋とか。あ、木が手に入ったね。あ、ロングウッディプランク。これは、これ話変わらないかな。まだですね。あ、メンタリースタック。ソリューションをまだ見つけてませんよと。The others can。君には他のものが考えられないことが考えられるんだろうと。なぜそんなことを知っているんだって。I'm a talking toad. Is that normal? I don't think so. そうですよね。俺は喋るカエルなんだぞと。そんなこと普通かっつって。でもお前は俺に喋りかけれるじゃないかと。だから君は特別なんだと。そうですね。でもあの、私にしか見えないあの、シャドウズっていうのは一体何ですかと。Have you seen everything? Maybe you are missing some message. 全部見たかいと。何か取り逃してるんじゃないかと。なるほど。なんとか Paper on the Truth っていうね。Doubters 疑う者はこう紙の何かを見ろみたいなの前回見たんですけども。その紙、これなのかな。これをさ、逆さ裏側を見たりとかはないんだね。どこに行くんだろう。とりあえずね、あのウッドプランクがちょっと長いウッドプランクみたいなことを聞いたんで、多分ねこれでここの階段がここへ行けるんじゃないかな。多分ここに橋を渡せる気がするんだよね。ここでこれを使う。そうだね。でこれは I can't lift it。 めちゃくちゃ重いと。さあ、そういう時のために取っておいたこのナイフですね。素晴らしい。でこっから降りていけばいいと。でもあの紙一体何なんだろうね。さあ、あ、お、出てきたよ。死んでるけど。 That burned. Why? I can't touch. なるほど、触れないって。なんか溶けてるのかな。酸みたいなのがあるって。これで取れるんじゃないか。そうだね。お、何これ。Revealing the true soul。 なるほど、世界というものは真実を君から隠しているんだ。 Work your soul through life and you will understand the purpose of the PP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 
destroy an impure soul or give freedom to those who are trapped you will need。 あ、この青いやつは全部緑でチェックされたやつはもう持ってるやつかな。こうピュアではないこう魂をぶち壊すためにはこのトラップとされてしまった魂を自由にさせてあげないといけないと。ブラッドフロムザエクスキューターオブザリチュアル、これは俺のことなんじゃないかな。で、5ブラックキャンドル持ってる。ヘアフロムザパーソン you want to be witch。 多分だからこの髪の毛はあの双子のやつの髪の毛が必要なのかな。ペンタグラムをアッシュで書きなさいと。インサイドザブラックアンドホワイトスクエア、プットアライテトゥトゥルルール。なるほどね。とりあえずアッシュでペンタグラムを書かないと、五芒星っていうのかな、これをね、灰で書けっていうのが書いてあるんですけども、
Put a lighted black candle on every point. なるほどね。この5つのカードに黒いキャンドルを置きなさい。Fill a cauldron with water and put the other elements in the... いいね。で、ボイルしなさいと。なるほどね。ペンタグラムの近くにこれを使って床にとかってわかんないよね。ソルタンのペーパー、グッドドレスデリシャス、いやもうスープは作らないんです。あ、違うよ。俺が使いたかったのはこのアッシュの入った花瓶をですね、このアッシュをどうするんだろうね。ちょっと待って、これを見ないとダメなんだな。だからアッシュを使って、白黒の四角の中に入れなさい。だから白黒の四角っていうのはこのソルト&ペッパーで、グッドドレスじゃないんですよ。ちょっとこれで俺の血が手に入るかどうか。入るね。泣いてる。さあ、血が手に入った。Oh, that hurts. 血がついたナイフも出てきたよ。だこれをコンバインしていけばいいんじゃないかな。だこれをコンバイン。コンバイン。コンバイン。これ何なんだろう。ベイキングソーダ。ここじゃないか？白黒。ここだけ白黒になってる。ブラック&ホワイト。来たね。だからここに、まず、灰を使って、ペンタグラムを書くと。うん。Very nicely done, Fran. さあ、ここで、このゴスミというのかな？ゴスミにこう、キャンドルを立てますと。キャンドルを立ててから、何ですか？ライテッドブラックキャンドルエブリポイントペンフィーピンフィーフィーアフィーエ。なるほど。でここで、火をつけるためにこのマッチを使うと。 Let's do this。 猫を取り戻すんだ。え、使えないのかな、これを。よし、ついたね。さあこれでいいんだけど、あとなんかボイルしろって書いてあったの、あれ何なんだろう。コールドロンウィズウォーター&プッツやられるんですよ。だこの中にソルト&ペッパーを入れたね。でこのバラとかも入れちゃえばいいんじゃない。よし、他俺の血まで入れてしまえばいいんじゃない。美味しそうですね。 I hope it tastes good。 タララ、これで美味しくなるはずだと。でベイキングソーダも入れてしまおう。あれ、ベイキングソーダは使えない。さあここであとは、ベイキングソーダ何に使うんだ？ちょっと待てよ。うん。で、ボイル。Pour over the person you want to be with and repeat these words while you walk around。 なるほどね。これを唱えながらこのペンタグラムの周りを歩き回りなさいと。で、これをなんかどっかの皿とかコップに移した方がいいんじゃないかな。What's there left to do?じゃあ、missing ingredient。なんか足りないんだとさ。あとはこのタイプライターかな。It works。ここに、I could write on this recipe, but I need it just as it is。このレシピはそのままでいてほしいってことですよね。こっちを使うのかな。きたー、長かったー。Hair from your head。 あなたの頭からの髪の毛が必要ですよと。でこれをも、これを見せることで、あの双子のやつらから髪の毛を手に入れることができるということなんでしょう。あ、いたー、フラン。 Here are the materials you need。 これが必要なものですよと。うん。さあ、儀式については多少学んだかい。もちろんですとも。ただ、もうちょっと時間が必要ですと。うん、
言葉をなかなかね、この呪文を覚えられないと、じゃあ早く覚えなさいと、準備ができたら私たちに伝えてください。じゃあまず彼らに、彼女たちに、おっ、I think you need help getting rid of this bag. このカバンは必要ないから俺が持っていくよと、うん、でも必要かもしれないじゃないのっつって、いや必要ないんだ、俺を信頼しろ、うん、ここから出たければこのバッグは消えてもらわないと困るんだと、これ持っていくぜと、お前は俺のことは見なかった、じゃあな、あのカエルはいいやつなんでしょうな。だから準備はできてないけど、ここでこいつらに見せると、この紙を、うん、Look ladies、何か必要なんだよと、あなたの髪の毛をカバンの中で見つけられなかったと、髪の毛、うん、髪の毛は必要ないわよと、私たちは知ってるの、うん、Look for yourself、うん、自分で見てみなさいと、 It's written down there、 そこに書いてあるからと、レシピに、That's true. 本当だ。How could we miss that? 一体どうやってこんなことを見逃してたんだろうと。分かったと。うん、さあ、これで、準備できるでしょうと。髪の毛をいただきました。I'll let you know when I'm ready. 準備ができたら教えるよと。いやー、これ楽しいね。あの、気持ち悪い奴らを、あの世へ、葬り去ってやる。さあ、この髪の毛をですね、この中に入れてやると、うん、さあ、これで準備 OK かな。よし、いいね。I should show the girl the potion is ready. I made the most incredible magic potion. 世界で最高の魔法のポーション作ったぜと。さあ、あいつらに準備ができましたよと。全ては準備が整いましたと。さあ、キッチンへ向かいましょう。気持ち悪いな、あいつら。あ、鍵欲しい。うん。さあ、そこに座ってくださいと。で、目をつぶっててくださいねと。バカですね。さあ、ここで、何をするんだっけ。Pour over the person you want to be with. Repeat these words. なるほどね。だからまず、これをこいつらにぶっかけると。うん、で、ここで、呪文を唱えるわよと。ボルジーイルクンビジジンビビビビビ。これ楽しそうだね。何なんだろうな。どう？ちょっと待って、それは正しいスペルじゃないと、私たちを騙したのね。いや、そんなことは、そんなことはないですよ。うわー、よかったね、成仏されました。一体私は何をしたんだろうか。 Oh my goodness, this is not why。 鍵を手に入れた、うん、これでキティを自由にさせることができると。さあ、ということでですね、今回の実況はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしければ見に来てください。